ろしくお願いします。どうも、ゼゴラジです。本日はこちら、ちょっと懐かしいレゴチーマです。スキーマーではありません。こちらの Z 波2014年発売、114ピースでミニフィグ付きのセットになります。レゴラジの記憶が正しければ1200円だったと思います。現在はもちろん廃盤になっているのでバカ値になってますね。たまに安く売ってることもあるので気になる方はマネにチェック。レゴチーマシリーズは中古屋で未開封をよく見かけます。運が良ければ安くゲットできると思います。ということで、2袋にシール1枚、説明書1冊でした。ちなみにこれは、レゴラ実にレゴ消化シリーズです。確か、800円くらいの処分価格でゲットした気がします。もう7年も経つんですね。やべえな。ということで、本日もよろしくお願いいたします。よくあることだぜ。今回は他にも大きく間違えてます。答えは最後に。完成です。それではごゆっくりどうぞ。もう一度見てみましょう。あれ？こちらはあまりパーツ、わらわら。まずはこの子、ランバラル。そうです、あの青いモビルスーツのパイロット。あ、違う、わら、ラバルでした。かわいい顔してるじゃないか。裏面の方がいい顔してるぜ。こっちにしよう。一緒じゃねえか、わらわら。ちょっとだけ違うのか。ここでうまいこと言えたら面白いんだけど、全然違わないから言わない。次はこちら、今回のメインのライオンちゃんです。かっこいいですね。どっからどう見てもライオンにしか見えん。メインの遊び方としてはこれかな。みんなやるでしょ。手とか足はかなり自由に動かすことが可能です。自分なりの一番かっこいいポーズを見つけてください。レゴラジ的にはやっぱり猫かなので、ニャルダクルダかな。これは違いますよ、わら。こんな風に動かせるってこと。こんな感じで人型にもできます。弱そうですけどね。で、これはパッケージの通り、ミニフィグを乗せることも可能です。レゴチーマは全く見たことがないんですが、これ一番強いやつ？ライオンだし、このラバルって王様になるんだよね。百獣の王に乗る王様ってことは、最強だよね。でもチーマって、鳥のミニフィグの方がかっこいいんですよね。あ、でも高値になってるのはゴリラだったりするのか。ちょっと他にも買ってみようかな、とか思ったり、思わなかったり。
本日もご視聴ありがとうございました。ブロックトーバー始まってますのでお忘れなく。